シビル・ウォー・キャプテン・アメリカは、マーベル・スタジオ制作、ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズ配給による2016年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。マーベル・コミックのアメリカン・コミック・ヒーローである、キャプテン・アメリカの実写映画化作品で、2011年のキャプテン・アメリカ、ザ・ファースト・アベンジャーと2014年のキャプテン・アメリカ、 ウィンター・ソルジャーの続編となるシリーズ第3作である。また、様々なマーベルコミックの実写映画を同一の世界観のクロスオーバー作品として扱うマーベル・シネマティック・ユニバースとしては第13作品目の映画となる。本作のストーリーはマーク・ミラーとスティーブ・マクニーブンによるコミックシリーズシビル・ウォーを原作としており、2015年公開の映画アベンジャーズ エイジオブ、ウルトロンでの戦いから約1年後を舞台に物語が展開される。ソコビアでのウルトロンとの戦いから約1年後、ヒドラの残党ブロックラムローのテロ計画を阻止するため、スティーブ・ロジャース率いるアベンジャーズがナイジェリアのトシラゴスに出撃する。計画を阻止されたラムローはスティーブを道連れに自爆を図るが、それを阻止しようとしたワンダの行動により、一般市民に 犠牲者が出てしまう。アベンジャーズはこの件で国際法違反の時計団ではないかと国際社会から批判を浴びる。同じ頃、トニー・スタークもソコビアで犠牲となった青年の母親から出席されウルトロンの一家を猛省する。アベンジャーズを国際連合の管理下に置くことを規定とするソコビア協定が世界各国の支持を得る。米国務長官サディアス・ロスは 行方不明になっているソーとブルースバナーを除く、アベンジャーズのメンバーに協定への署名を求め、トニーとジェームズ、ローディ、ローズ、ビジョン、ナターン社はこれに賛同するが、スティーブは自分で判断する権利と責任が奪われるという主張から署名を拒否し、サムとワンダはそれに同調する。そんな時、かつての恋人であったペギー・カーターの訃報を聞いた、スティーブは、 彼女の葬儀に出席し、そこで再会したエージェント13がペギーの名社論であることを知る。ウィーンで行われたソコビア協定の署名式で爆破テロが発生し、演説中だったワカンダ王国国王ティチャカが死亡する。監視カメラの映像からバッキー・バーンズが犯人として国際指名手配を受け、ワカンダの王子ティチャラは彼へ復讐を誓う。 スティーブとサムは単独で、ブカレストに潜伏中のバッキーに接触するが、間もなくして、隠れ家が、警察特殊部隊に吸収され、スーツを着たティチャラも現れ戦闘になる。そこに、ローディが、ウォーマシンで飛来し、バッキーを含む4人を逮捕する。トニーは4人が収容されたタイテロ、共同対策本部を訪れ、コビア協定に署名するようスティーブを再度、説得するも拒否される。 同じ頃、精神鑑定医を装い施設に潜入したヘルムーと、ジモがバッキーと接見し、彼を再び洗脳状態に戻す。ウィンターソルジャーと化したバッキーは、逃走を図るが、スティーブと共に川に落下し行方不明。騒動に乗じて、サムも脱走する。サディアスはトニーに、スティーブたちの身柄を確保する、要最後通告する。トニーは、ニューヨークで、 動画サイトに上がっていた映像から、ピーター・パーカーを仲間に引き入れる。洗脳から覚めたバッキーは、自分以外にもウィンター・ソルジャーが存在し、現在もシベリアの施設に冷凍保存されていることを明かす。3人は、地元の狙いが、残りのウィンター・ソルジャーを復活させ、さらなるテロ攻撃を行うことだと推理する。シャロンの手引きで装備を取り戻した3人は、クリント・バートン、ワンダ、 そしてスコットラングを仲間に引き入れ航空機を奪って、シベリアに飛ぶ計画を立てる。スティーブらの動きを察知したトニーは空港を封鎖し、ナターンシャラを従え空港で彼らを待ち受ける。スティーブは地元計画の件を話すがトニーは聞く耳を持たず、ついに両陣営は総力で激突する。激戦の中、ナターンシャがスティーブ側に寝返り、スティーブとバッキーは離陸に成功する。 スティーブに協力した者たちは逮捕され、ラフト刑務所に収監される。トニーは独自の捜査で、真犯人が地獄だったことを突き止め、単独でシベリアに向かい、それを察知したティーチャーラも、トニーを追う。シベリアの施設で、スティーブ、バッキーとトニーは一時休戦し、共に地獄を捕らえるため施設内を捜索するが、冷凍保存されていたウィンターソルジャーラは、地獄によって、 すでに全員殺害されていた。ジモはさらに、かつて、トニーの両親を殺害した犯人がバッキーであった、ことを明かす映像を放送する。激光したトニーはバッキーを攻撃しようとするが、スティーブがそれを阻止し、乱戦が開始される。その隙に、施設の外に出たジモの前に、ティチャラが現れる。ジモも、またそこ部屋で家族を失い、 アベンジャーズへの復讐を誓った男だったことを知ったティー、チャラは彼を殺害せずに逮捕する。スティーブは敗北寸前まで追い詰められるも、バッキーの助けが起点となりトニーのリアクターをシールドで破壊することで戦いに勝利した。トニーは父の作ったシールドをお前が持つ資格はないと叫ぶ。スティーブはシールドを置き、 左腕を失ったバッキーと共に、ティ・チャラの手引きを受け、ワカンダへ渡る。バッキーは、自身の洗脳を解く方法が見つかるまで、冷凍睡眠へ戻ることを自ら選択する。アベンジャーズその他の、ヒーロー・ビラン・アメリカ合衆国イギリス・ドイツ・ルーマニア、ロシア・ナイジェリア・ワカンダ・アフリカに位置する、ティ・チャラやティ・チャカの母国。本作の時点では、貴重な超金属、 ビブラニウムの産出国であるということ以外に、その全容は不明だが、本作のエンドクレジット後に、スティーブに連れられたバッキーが亡命し、本国の冷凍睡眠装置にその身を委ねる。詳細はこちらを参照のこと、大西洋2014年3月、ルッソ兄弟は、キャプテンアメリカの実写映画化、第2作、ウィンターソルジャーより引き続き、クリス・エヴァンス主演、ケビン・ファイギ制作。 クリストファー・マルクス及びスティーブン・マクフィー・リーによる脚本の元本作の監督を務めることを明らかにした。マルクスとマクフィー・リーは2013年の後半以来、兄弟が2014年2月に映画の制作を始めたのと同時に脚本の執筆に取り掛かっており、ルッソ兄弟の監督としての再起用は、ウィンター・ソルジャーの本庄へより3ヶ月前に行われた試写会の後、 マーベルより決定が下されていた。2014年4月、ジョールスソはインタビューで、ウィンターソルジャーからのストーリーの続きについて、この映画のいいところは、二つのパートに分かれていることだ。ウィンターソルジャーの旅は、まだ終わったわけではない。次回作は、必然的に、その旅の終わりについて描いたものになるだろうねと述べた。またマーベルは、 本作のアメリカでの公開日を2016年5月6日と発表。前作で撮影監督を務めたトレント・オパロックも引き続き本作に携わることを発表している。2014年7月、マルクスとマクフィー・リ,リーは2015年4月に本撮影を開始する予定に合わせ脚本の総功を執筆している途中であることを明かし、同年8月には本作品を ファーストアベンジャーとウィンターソルジャーが混ざり合ったものにするつもりだと述べた。ルッソ兄弟も本作品をサイコスリラーと位置づけており、セブンやファーゴ、ゴッドファーザーといった作品に加え、西部劇やブライアン・デ・パルマの映画から影響を受けたと述べている。2014年10月、ロバート・ダウニー・ジュニアが本作でトニー・スタークを演じるための最終交渉に入り、本作の元となった漫画、 シビル・ウォーのストーリーラインに合わせるべくキャストに加えられた。同月末、セバスチャン・スタンが前作に引き続きバッキー・バーンズ役で出演することが明らかとなり、本作の正式な題名がキャプテン・アメリカ、シビル・ウォーに決定された。また、チャドウィック・ボーズマンがブラック・パンサーに扮するキャラクター・ティチャラとして出演することが発表された。プロデューサーのファイギは本作品を マーベル・シネマティック・ユニバースにおけるフェーズ3の最初の映画であると位置づけた。2014年11月、アンソニー・マッキーとフランク・クリーロが前作に引き続き、それぞれサム・ウィールソン、ブラック・ラムローとして出演することとなり、ダニエル・ブリュールが新たにキャストとして加えられた。加えて、同月24日に発生したソニー・ピクチャーズ。 エンターテインメントへのハッキング事件により流出したメールの中にマーベルが本作品にスパイダーマンを登場させる要望が記されたメールがあったことが明らかとなった。この交渉は当初決裂したものと思われていたが、2015年2月に両者が MCU の映画においてスパイダーマンのキャラクターを使用するライセンス契約を結んだことにより、 スパイダーマンが本作品に登場することが決定された。ルッソ兄弟はこれに関し、本作品にスパイダーマンを登場させるために数ヶ月間ロビー活動をしていたことを明かした。2015年1月にはスカーレット・ヨハンソンが前作に引き続きナターシャ・ロマノフ役を演じることが明かされ、ウィンター・ソルジャーで編集を務めたジェフリー・フォードも本作に携わる契約に署名した。 2015年3月、ジェレミー・レナーが再び、クリント・バートン役で出演することが決まった。4月には、本作が 3D 変換で制作されること、そして、ブルールがヘルムート・ジモ役を演じることが明らかとなった。さらに、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンに出演していたエリザベス・オルセンも、ワンダ・マキシモフ役で本作に出演することが決定された。 アトランタダウンタウン地区に組まれたシビルウォー、キャプテンアメリカの舞台セット本作の撮影は2015年4月27日ジョージア州ファイエットにあるパインウッドアトランタスタジオにて開始された。加えてアトランタ都市圏のバックヘッドミッドタウンダウンタウンの3地区とノークロス市およびポルシェの北米本社にてロケーション撮影が行われたほか ドイツ・プエルトリコ・アイスランドにて追加のロケーション撮影が行われた。また、本作では、アイマックスとアリーの提携によるデジタル 2D カメラがドイツのライプツィヒハレ空港での約15分にも及ぶ戦闘シーンの撮影で使用されている。5月上旬、マーベルはマーティン・フリーマンが詳細不明の役で出演することを発表した。この間、アベンジャーズ・エイジ・オブ ウルトロンに出演したビジョン役のポール・ベタニー及び、ローディ役のドン・チードル、ウィンター・ソルジャーに出演したシャロン・カーター役のエミリー・バン・キャンプ、アントマンに出演したスコット・ラング役のポール・ラット、インクレディブル・ハルクに出演したロス・将軍役のウィリアム・ハートが、それぞれ同一の役で本作品に続投させることが決定されていた。余談として、キャプテン・アメリカ映画シリーズ前2作や、 アベンジャーズ全2作に出演していたニック・フューリー役のサミュエル・エル・ジャクソンは異軍のインタビューで本作での彼の出番がないことをルッソ兄弟から知らされ驚いたと語っている。制作指揮のネイト・ムーアはフューリーの不在について彼はシビル・ウォーのストーリーには一切関与していないからだと述べた。2015年5月30日、ルッソ兄弟は ファイギともう一人のプロデューサーであるエミー・パスカルと共にスパイダーマンに扮するピーター・パーカーの役を演じる俳優を決めるスクリーンテストをアトランタで行った。ルッソ兄弟らは1500人の中からオーディションで選ばれた最終候補者の6人にロバート・ダウニー・ジュニアを相手役とした演技テストを行い最終オーディションではクリス・エヴァンスを相手役とした演技テストを行った。 その結果、19歳の新人であるイギリスの俳優、トム・ホランドが、ピーター・パーカー役に選ばれた。ジョー・ルッソは、僕らは、配役に関してかなり主張したと述べており、ダンスと新体操で培われた、ホランドの身体性を高く評価していた。また、ルッソ兄弟は、過去の、スパイダーマン実写作品で演じられていた時と、区別するために、ピーター・パーカーの年齢を、 ホランドの人年齢に合わせては各設定している。マーベルは当初、契約の主否義務によりこのことを公表していなかったが、2015年7月に脚本家のジョナサン・ゴールドスタインがホランドの出演を明らかにした。6月下旬には撮影の半分が終了し、8月上旬に残りの撮影がドイツで行われた。8月22日にはべての撮影が終了した。 2015年9月、これまでの MCU 作品でハルクを演じていたマーク・ラファローは当初本作の脚本ではハルクも登場することになっていたものの、アベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロンの終盤でハルクがアベンジャーズから去っていった理由と居場所をマーベルが明らかにしなかったため登場しないことになってしまったと語った。脚本担当のマルクスはこの理由について、 原作コミックにはハルクが登場していないことと、早い段階でハルクを出すと、戦いがすぐに終わってしまうからだと述べた。また、マルクスはインタビューで、どのキャラクターを出すかは、どんな戦いをさせたいかによるからねと述べている。11月、ジョー・ルッソは、本作のテーマを裏切りとし、とてもエモーショナルな作品だと称した。2016年1月にはいくつかの取り直しが、行われた。 2月22日にはマーティン・フリーマンが登場するスチール写真が公開され、エベレット・ロス役を演じることが発表された。また、アイアンマン実写三部作にペッパー・ポッツ役で出演していたグイネス・パルトローム本作に続投で出演することが明らかになった。3月16日、ルッソ兄弟は本作の完成まであと1週間半かかることと合わせて、 本編終了後のポストクレジットシーンを2つか3つ加える予定だと明かした。2016年4月22日に本作品のワールドプレミアがドルビーシアターにて行われ、27日に世界中で先行上映された。アメリカでは5月6日にアイマックスで上映される。一般の公開は全米よりも早い4月29日であり、このような措置が取られたのは、 アイアンマンさん以来である。日本でのキャッチコピーは、友情が、友情を引き裂く対、禁断の戦いが始まるとなっている。ジャパンプレミアは、熊本自身の影響により、レッドカーペットは中止となったが、試写会は開催され、ゲストとして、ファルコンの吹き替えを担当した、溝端バ淳平が登壇した。2016年4月6日に本作と漫画し、 週刊少年マガジンのコラボレーション企画として同誌に連載されているフェアリーテイルダイヤの A7 つの滞在の描き下ろしビジュアルが公開された。このビジュアルではアベンジャーズが2つの陣営に分かれ互いに戦うという本作の内容をもとにそれぞれの作品に登場するキャラクターたちが2つの陣営に分かれて向き合う様が描かれている。 このビジュアルを使用したポストカードと2種類の本作のポスターカードがセットになった3枚組、スペシャルポストカードセットが70万セット限定で用意された。プロデューサーのファイリーによれば、本作品はキャプテンアメリカ実写3部作の完結作であるとされている。同時に、クリス・エヴァンスがマーベルと出演契約を交わした映画の中では最後のキャプテンアメリカ実写作品であり、 エヴァンスは2015年9月にアベンジャーズ実写映画の次回作であるアベンジャーズ・インフィニティ・ウォー以降の出演まで契約を延長することを受け入れたとコメントした。ありがとうございます。